はい、どうもこんにちは、むかげです。ということで、もう新年はね、もうすでに明けていることと思いますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、そんなわけでね、この新年になっても相変わらず動画毎日更新していこうということで、ただね、あまりこうネタというネタもないというか、多分ね、皆さんもね、YouTube よりも箱根駅伝とか見る方に忙しいと思うんで、サクッとしたね、こう雑談形式の動画っていうのも今日も作っていこうと思っていて、っていうのもね、今日はね、ちょっと2022年のこう動画作りに向けてですね、僕自身ちょっと考えることがあって、まあ、その契機となった一冊の本っていうのをまあ紹介しながら、まあどういうことをね今年やっていこうかっていうのも軽くねこう雑談できればいいかなと思うんですけれども、以前の動画でもちょっとこう言及していた本で、年末ねある一冊の本を買ったんですね。でそれをね、まあ、ずっと読んでいて、結構ね自分的には大きな刺激となったもので、でその本っていうのはこちらなんですよ。じゃんと、映画監督が教えるまた見たいと思わせる動画の法則っていうやつで、外国人のねスティーブ・ストックマンさんっていう方が書かれた本の、まあ、あの日本語訳というものなんですけれども、現代はね How to shoot videos that doesn't suck っていうことで、直訳するとねクソみたいにならない動画の撮り方っていうことで、まあ、それを日本語に訳すとまた見たいと思わせる動画の法則となるということで、この辺ね翻訳者の腕の良さっていうのが光っているものなんですけれども、これがね去年の年末あたりから読んでいて、今年の YouTube 作りにおいてもいろいろなこう気づきっていうのをもたらしてくれそうな本なんで、ちょっとねその点に関してこうざっくりと話していきたいんですが、この本はまあどういう本かっていうと、動画の撮り方だとかそういったこう技術的なことっていうのを語っているものでは全然ないんですよ。どういったカメラを使いましょうだとか、どういったこうセッティングでありましょうだとか、ライトっていうのはこういう感じで当てましょうとか、編集はどういうソフトを使ってどういうことをやりましょうとか、そういったこうハウツーじゃないんですよ。そうじゃなくて、もっとこうなんだろう、こうマインド的な部分ね、どういったこう心持ち、どういった心の準備を持って動画と向き合うべきなのかっていうことに関して一つ一つ丁寧に説明している、これがね、まあ僕のこう胸にはこうかなり刺さって、まあ、刺さったというかね、痛いところを突かれたなっていう風な、そういった本だったんですね。具体的にこの本で言ってることっていうのは、つまんない動画を撮ってたら誰も見ないよと。でも面白い動画を作るには、まあ、それなりの法則だとかルールっていうのがあって、そういったことをちゃんと学ぼうねっていうことを書かれているものなんですね。それはこう高いカメラを使ったりだとかいいレンズを使うっていうよりもずっとこう以前の話で、まあ、こうストーリーテリングとかにこう関わるところなんですよね。でただね、僕はやっぱこの手のそのハウツー系のものっていうのは、まあ、あまりこう信用していないところがあって、まあ、それこそこう動画に関して言うと、なんかこう稼げる動画編集のやり方みたいな、そういった本とか、いろいろ出回ってるじゃないですか。で実際僕ああいうのって多分ほとんどデタラメだと思っているし、実際そういう本を書いてる人が名の知れた動画編集者だとはとても思えないんで、それこそまあ一時流行ったこう情報商材とかの一種だと思っていて、そういったのには全然こう手は触れてこなかったんですけれども、ただねこの本っていうのはそういうのとは全くこう違っていて、自分がこう毎日動画を作っていてこうなかなかこううまくいかないなとかって思う部分っていうのを結構ちゃんとねこう言語化してくれている、そういった本だったんですね。でまあ僕2021年っていうのはまあほぼほぼ毎日動画っていうのを更新していて、まあ、360本以上の動画っていうのをまあ公開していたわけなんですけれども、特にこう毎日更新することのノウハウに関してはこうかなりこう溜まってきてというか、特には僕の場合こう限られた時間の中でまあ動画を作っているっていうこともあって、これだけの時間でどれだけの動画が作れるのかっていうのがもう最近はだいぶ分かってきたというか、それこそ自由な時間が1時間あるとして、じゃあ1時間でどういう動画が撮れるのか、撮影30分の動画編集30分でどういう動画が作れるのかだとか、2時間あれば簡単なこうレビュー動画が作れるよねだとか、まあ、3時間とか4時間とかっていう時間があればテロップとかもちゃんと入れてインサートの物撮りなんかも撮る時間が撮れるなとかっていう風な、そういったね逆算っていうのはだいぶこうできるようになってきて、まあ、その点こう毎日更新のノウハウっていうのはついてきたと思うんですけれども、でもそれって毎日動画を更新する目的のノウハウであって、本来その YouTube の動画を例えば見ている側の視点からすると、それってまあ別にどうでもいいことで、やっぱり見ている側はやっぱりいい動画、面白い動画っていうのを見たいわけなんだから、そういうところとはねやっぱりこうちょっと違うところでのノウハウが溜まってきたなっていう風な思いっていうのがあって、時間のやりくりが上手くなってきたっていうだけで、実際こう僕の動画っていうのが
なんかこうこの1年かけてこう成長したなみたいな、そういった実感っていうのは残念ながら持てなかったんですね。それこそ1年前に撮った動画っていうのと今撮っている動画のクオリティっていうのは多分あんま変わんないんですよ。単純にそれにかかる時間っていうのが圧縮できたりだとか最適化されたっていう部分はあるんだけれども、純粋にこう動画のクオリティっていう面では全然変わらないものっていうことで、やっぱり2022年はその点を可能な限り改善していきたいなというふうに思っていて、そんな時にこう何かしらのこう助けが欲しいなと思って見つけたのがこのまた見たいと思わせる動画の法則っていう本なんですね。で実際ねこれを読んでみると結構ねぴったりだったというか、特にやっぱりこの本の中でいくつかこう印象的だったのが、映像っていうのはもうそれ自体が一種のこう言語、第二言語であって、言語である以上はそのルールっていうのがあるんだと。言葉に文法があるように、その動画にもその動画なりのこう文法っていうのがあって、それを知っているか知っていないかでは全然違うことなんだっていうのを結構丁寧に書かれていて、僕自身もかつてはその映像の制作会社にいて、ENG カメラとかっていうのを実際自分で持ってニュース報道とかっていうのを取材していた人間なんで、基本的な部分っていうのは分かっているつもりなんですよ。で実際ここに書かれているものっていうのの中にも知ってることとかっていうのは、そりゃそうだよねとかって思うことっていうのはたくさんあったんだけれども、重要なのはそういう知ってることだとかっていうことをちゃんとその自分の動画作りに反映できているのかっていうところだと思うんですね。知識として知っている、経験として知っていることっていうのも、それがこう反映されなければ意味ないっていうことで、その反映の仕方というか、それを実際にそれをどういうふうに運用していくのかっていうのがこの本の中ではいろんなシーンに分かれてちゃんとこう書かれていて、結婚式を撮影する場合はこういった文法がありますだとか、インタビューを撮影するときにはこういった文法がありますと、そういうことをね一つ一つちゃんと丁寧に説明してくれていて、僕の動画っていうのは基本的にこうやってこうカメラの前に座って一方的にこう喋っていて何かを紹介するっていう動画なんで、必ずしもここに書かれているものっていうのが全部こう役立つわけではもちろんないんだけれども、それでもやっぱりねアイデアのきっかけとなるようなところっていうのが随所にねこう散りばめられていたなというふうな印象なんですね。なのでそれこそね2022年から心機一転してこう動画撮影を始めようとかって思われる方はね、この本ぜひ最初から読んでおくとかなりこう違うというか、心の準備的なものっていうのが書かれているんで、何も知らずに動画を始めるよりもこういった本を読んだ上でその動画の文法っていうのを理解しておくっていうのはすごくこう重要だなと思ったんですね。特にこう印象的だったのが、自分がこう手本にしたりだとか憧れにしているような YouTuber さんとか、そういう人の動画を見てそれをただ見て真似するっていうだけではなくて、それをこう取り入れる際にどういったプロセスを踏めばいいかっていうところも書かれていて、その時に出てきたのがこうピッチっていう考え方なんですね。ピッチって PHS ではなくてですね、最近結構いろんなところでもこのピッチっていうのは聞くんですけれども、簡略的なこうプレゼンテーションみたいな感じで、プレゼンみたいな感じでこうなんかこうちゃんとこう準備して行われるっていうよりも、もっとこう瞬間的突発的に伝えたいものの要点であったりだとか価値だとかっていうのを抽出してこう誰かに伝えるっていう、そういう行為っていうのをピッチって呼ぶんですけれども、こういったことっていうのを習慣的にやっていった方がいいっていうふうにこの本では書かれていて、自分が面白いなとか思った動画であったりだとか再生回数っていうのが多い動画には必ずその理由っていうのがあって、その理由をちゃんと言語化して理解することのこう重要性というか、そう理解したことで初めてそれがその一部っていうのを自分の動画の中にも持ち込んでいけるっていうことが持ち込んでいくことができるというわけで、僕もまあもちろんこう YouTube っていうのは好きでよく見ている人間なんで、自分が普段見ている YouTuber さんの動画はもちろんそうなんだけれども、それ以外でも自分の本来興味の外側にあるような動画なんかでもバズっている動画っていうのをなるべくこう見て、それをこうピッチすることでこのいいものっていうのをね取り入れていければいいかなというふうに思っていて、実際この本を読んだからといって僕のその YouTube の動画っていうのがどう変わっていくのかっていうのは未だによく分かっていないというか、それがこう形になっているわけではないんだけれども、自分の中でその毎日更新するノウハウっていうのはもうついたと。だ次はね毎日更新っていうのをベースにしつつ、それこそねまた見たいと思わせるような動画作りっていうのをしていきたいっていう風な、そういう希望はあるんでね、その点こう2021年の繰り返しではなくて、このね YouTube 動画でも新しいことをやっていこうかなという風に思っていて、そのねきっかけとなるのがこの本ね、この本が何かしらこう役立ってくれるんじゃないのかなという風に思っています。でこれね本当ねいろいろとねこう章分けっていうのもちゃんと細かくあって、こう76個ぐらいのね目次っていうのも用意されていて、
それぞれがすごく読みやすくてコンパクトなんで、一気に通して読むっていうよりも、まあ、その都度その都度なんかこう興味のある目次っていうのを見ながらね、読むことでそのなんだろ う, こう動画に対するこうイメージ力を高めていくというかね、そういう訓練にはね確かになる一冊の本だと思うん で、僕自身ねこの本を年末ねしっかりと読んで、今年のね動画作りに生かしていきたいなというふうに思います。あの概要欄にねリンク先貼っておきますので、気になる方はねぜひチェックしてみてください。あのこれからね動画を始めようと思える方はこういう本を読んでおくのもありかなというふうに思います。というわけで、まあ、そんな形で2022年はちょっとこれまでと違った動画作りもねしていければいいかなというふうに思いますので、もし気に入っていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でおもかげでした。